今夜はエグーゲストをお迎えしました。エグー来ると楽しいね。いやありがとうございます。もっといっぱい聞きたいですね。エグーんちに行くと本当面白いんだよ、うん、やめてください。なんかねソファーがねちょっと狭いのよ、はい、狭いよ、ね、ちょっとだけ狭くて幅が、はいはい、俺が座ってエグーが座ると本当にマドーナになるははこれ一人用でしょ本来は二つ席はあるんですけどね。すごい距離が近くなる、ね、モテソファー、モテソファー僕の欲しかったフォルムがそのサイズしかなくてえこれより大きいのないですかって、いやこれしかないっすよ買うってなって買ったんです。面白かった、でもうフィギュアがガンガン並んでて、うんうん、あ俺これ持ってるわみたいな特に何のフィギュアが多かったですか。ねアイマスとソニコちゃんね。ソニコかな、ソニコちゃんが多いなって。なるほど。いやよかったよ。もうちょっと部屋を綺麗にして、そうですね、もっとあのフィギュアたちがこう、はい、なんかこう楽しそうにねエグーが仕事に行っていない間に動き始めてる、はいはい、想像してごらん。トイストーリーですね。もう想像してごらん。トイストーリー完全にですね。もううわっ果て四方語りこんなにちょっとあさらないで。いやそんなことない。そんな部屋じゃないですよ。そんな散乱してる部屋じゃないですよ。そんなの誰か捨ててきなよ私嫌だよみたいないや嫌がってんじゃねえよ。傷つく。それ嫌がってんじゃねえよ。傷つく俺のフィギュアだろなんだよというわけでグーは長い。